床下部は肝脳に位置し、自律機能の調節を行う総合中枢である。中脳以下の自律機能を司る中枢がそれぞれ呼吸運動や血管運動などの個々の自律機能を調節するのに、対して床下部は交換神経、副交換神経機能及び内分泌機能を全体として総合的に調節している。 床下株外側屋を破壊すると動物は餌を取らなくなり、刺激するとさらに取る現象が確認されている。床下株外側屋は、接触行動を促進するので、接触中枢と呼ばれる。一方、床下株腹内側屋を破壊すると動物は餌をさらに取り、刺激すると取らなくなる。床下株腹内側屋は、接触行動を抑制するので、満腹中枢と呼ばれる。 接触行動に対し、接触中枢、満腹中枢は、喫光的に働く、神経性調節を行い、いずれの中枢にもグルコース、有利脂肪酸、インスリンなどに感受性を示す、神経細胞が存在する。バソプレッシン分泌による腎臓の集合管理の水の再吸収が行われるのと同時に、床下部にある、かつ中枢が刺激されて、 狡猾を感じて飲み水行動をとる。床下部からのホルモン放出により性ホルモンの分泌を促して性行動に向かわせるとともに床下部にある性中枢が刺激されて性行動が発動される。ありがとうございます。